キャラクターシャツリメイクということで、今回はドラえもん作っていこうと思います。よくぞリクエストしてくれました。ほんとね、ドラえもん大好きなんです。マジで好きなんです。ってことで、今回ドラえもんはノブヨバージョンドラえもんとわさびバージョンドラえもん、どっちも作っていくんですけれども、今回は映画のシーンから持ってきてるんで、このね、二人のドラえもんがどの映画かわかる人はマジでドラえもん2だと思うんで、絶対コメント残してください。僕は完全にノブヨドラえもん派なんですけど、声優陣が変わったのが2005年なんで、もう18年前なんですよね。わさドラをね、見て育った子たちは全然わかんないと思うんだけど、ドラえもんね、声優変わった時点でなんか性格も変わってるんですよね。昔のノブヨドラえもんの方が親感があって、今のわさびドラえもんの方が友達感のあるドラえもんって感じなんですね。はい、全然語りきれずにこんな感じで完成。今回はドラえもんを作ってみました。まだまだリクエスト募集中です。いいねとフォローもよろしく。